皆様こんにちは、しげますでございます。今日もご視聴ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、ぶっちゃけトークちょっと話してみようかなと思っております。簡単に言うとですね、学校の先生の給料の話です。私ね、もう十何年もですね、学校の現場に経験があるくせにですね、今回初めてですね、給料のことを意識したんですね。なんでかって言ったらですね、その通常私前は教諭と常勤講師って言ってですね、フルタイムで働く講師だったもんですから、事例に何と書かれているかというと、報給は何号の何号給を給するとしか書いてないのでですね、自分の給与がいくらでというのをね、全く計算してなかった、要は把握してなかったです。今回初めて日給月給だったわけですよ。1日いくらですって、非常勤だったからですね。で、非常勤っていうのは福岡市の場合 5.5 時間っていう規定でやっております。でも 5.5 時間にね、1時間の昼休みと書いてあります。で、学校現場で1時間の昼休みやら取れるはずもないんですけれども、要は拘束 6.5 時間という形だったんですね。で、その 6.5 時間拘束されて、私が1日いくらいただいたかというとですね、なんと8100円、これ初手当て込みですよ、経験も全部考慮して8100円だったんですよ。でね、最初は私ね、はいはいってね、ありがとねって、お給料いただけるだけありがたいと思って働こうぐらいの、本当にですね、私はそういう思いでおりました。ところがですよ、同じ、教育委員会で別の課が学習支援員になるものを募集してたんですね。それに気づいたんです、実はその教職員同士の会話で。で、その時給がですね、なんとね、資格いらないんです。わかります？資格なし、学習支援員。要はですね、ボランティア、有償ボランティアみたいなもんで、学生さんでもいいわよ。で、今ね、とにかく人手不足なので、学生でも来てくれたら、将来採用試験の時には、その分加点するからね、っていうふうに書いてあったんです。で、もちろん免許持ってたら、授業もしてもいいわよ、と書かれていたわけです。非営授業もさせられるんだと思いながら、見てたんですけども、その時の時給が、なんと学生でも OK なのにね、1600円だったんですよ。私ね、思わず1600円かけ 5.5 っていくらだっけってですね、電卓を叩きました。私計算能力落ちたかなと思ってね。だって初手当込みで8100円ですよ。じゃあ私ね、免許のコピーまでね、取らされてね、いつもそうなんですけど、教職員課っていうところがやるんですけども、教職員課では必ず免許のコピーだらなんだらかんだらってやらされて、それで基本給はね、確かね、7300円だったんですよ。で、それで8100円なんですよ、一応ね、年取ってるのと経験ありでって。で、かたや学習支援員は時給1600円で、しかも驚いたのが、その交通費、学習支援の方は交通費が出ないので、近場の小学校しか紹介してないみたいですけど、その交通費の計算方法にも驚いたんです。で、そもそも交通費ですね、福岡市本当にケチなんで、そのニモカとか、早掛け、通常で言えばスイカみたいなカードのポイントとかも全部細かく計算して1日いくらってするんですよ。そこまでは私も納得しました。でもね、私一つ納得がいかなかったことがあります。それはですね、私最初事例が2週間だったんです。なぜかっていうとですね、病休代替って言って、そのご病気をされた先生の代わりにちょっと入ってね、人手不足だからっていう感じで入ったんですね。だから短期雇用だったんですよ。で、分かりましたっていうことで入ったんですね。で、その時にそうやって時給、1日いくらのその交通費だからっていうのも書かれていたんです。だから私もそれは納得してたんですね。ところが、その後2週間延長になったんですね。そのちょっとご病気の回復が思わしくないので、もうちょっと追ってねっていうことで、本当に現場はね、校長先生とか教頭先生とか他の先生たちもね、もう人手不足ですから、もう来てくれるだけでありがたいということで、私はね、大変大事にしていただいて、そういう意味ではですね、もう気持ちよく働かせていただいたんですけれども、その2週間延長した時に何と書かれていたかというとですね、なんと定期代と比較検討して安い方を支給するって書かれてたんです。細かいことですけど、もう私ね、もうプッツンってきてるんですよ。まずその時給の安いのにも頭きたんですけども、その交通費のケチっぷりにね、はて、私最初に定期券買ってねえしみたいなね、そういう気分になりました。
そこで私はある行動を取りましたということでですね、その行動については次回お話しいたします。今日も聞いてくださってありがとうございました。失礼いたします。